はい、健介さん。はい。雪高さんが、はい、ある柔道の投げ技、はい、上手になりたいみたいなんですけど、はい、その技、上手になるためには、どういう練習すると一番いいですかね？まあ、やっぱり、その柔道の技は基本やっぱり打ち込みから入るので、打ち込みをしっかりやって、まずその技の形を作るっていうところからやってもらえれば、上達すると思います。やっぱそうですよね。レスリングでも、タックルの打ち込みとかね、まあ、ブラジリアン柔術でも三角締め、腕十字のドリル、打ち込み、すごい大事ですよね。雪高さん、じゃあ、健介さんに、もう健介さん柔道マスターなんで、どの投げ技の打ち込みを教えてほしいか、ちょっと伝えてもらっていいですかね。そうです。背負い投げ。背負い投げ。背負い投げでいいですか？はい。わかる。健介さん、じゃあ、背負い投げ、はい、雪高さんを上手にするための背負い投げの、はい、もう最高の打ち込みのやり方をちょっと説明してもらっていいですかね。はい、もう何にも柔道知らない人向けぐらいに。じゃあ、ちょうど柔道三段の文太さんが奇遇にもいたんで、はい、文太さんちょっと受けてもらっていいですかね。はい、わかりました。まず、まあ、組むときは、基本的にその、右利きの人は右組手で、右手で相手の襟を持って、左手で相手の袖を握ります。で、背負い投げに入るときは、相手をなるべく引き出して、このように相手が前のめりになったところに自分がおんぶをするような形で背負い担ぎたいので、基本的には左手をしっかり引き出して右手をするように上げたところから、自分の右足を相手の右足左足この2つの足の三角形結んだ頂点に自分の足が来るように一本目を置きます。このような状態ですね。最初の一本目で。この、自分の足が相手に対して正対した状態から、一本目が三角形の頂点に入って、引き出すような形。これが一本目の形です。で、そこから、こっちの右足を軸にして、自分の体を相手に向かって180度回転させるように、相手を担ぎ上げます。もう一度いきますね。相手の足の結んだ線と自分の足を三角形の頂点に来るように足を置いて、その状態から相手を引き出します。ここから右足を軸にして、左足をコンパスの鉛筆のような感じで円を描くように180度自分の体を回転させる。相手を背負っていきます。これが打ち込みの基本の形。ケスケさん、すいません。もう超初心者、僕みたいな超柔道初心者のために、ケンスケさんが僕の方にちょっと背中というか向けた、この角度で、もう一回教えてもらっていいですかね。はい。相手に対して自分が正対して位置から、相手の足、2本の足を結んで、さらにそこで三角形を作るように三角形の頂点に自分の1個目の足を置きながら相手を引き出します。左手と右手で相手を前のめりするような形ですね。でこの状態で1個目を置いている位置から左足で、コンパスの鉛筆のように円を描くように180度自分の体を回転させます。このような形で相手を背中に寄せるような感じです。はい、これじゃあちょっと健介さん、これ大体何回ぐらいですかね、1回のターンというかで。1回のターンで大体今10回交代ぐらいですか。交代ぐらいで、はい、ちょっとじゃあ1回10回やってもらっていいですかね、はい、2人で。あ、健介さんが、あ、まあ、向きは最初じゃあ横で、はい、こんな感じでお願いします。はい、じゃあ雪高さんどうですか、今の打ち込みのやり方見ていけそうですか。
ちょっとじゃあ、ケンスケさんに16回かけてもらっていいですかね。16回、はい、数が地味に、はい、16連射です。知らないね、誰も。高橋名人、はい。タイガーアッパーカット。あ、もういつでも言ってください。僕の掛けをいらないです。いつでも言ってください。実はそうです。3、4、5、6、ケンスケさん、お世辞抜きで、はい、ね、ケンスケさん優しいんであれですけど、もうここはお世辞ゼロで、はい、厳しく、はい、今、ゆきたかさんの背負い投げの打ち込み、点数つけると何点ぐらいですかね。もうこれ柔道家として、はい、ケンスケさんじゃなくて柔道家としてつけてください。これ厳しい柔道家として。点数つけるとでも、まあでも50点ぐらいじゃないですかね。50点、どうですか、文太さんが柔道家として、まあ、柔道三段の文太さんなんで柔道家ですけど、ガチで、ね、ゆきたかさんとは仲がいいと思いますけど、はい、すごい親友だとは思いますけど、そうですね、ここ厳しくあえて言うと何点ぐらいですかね。ちょっとあんまり言いたくはないですけど、35から40ぐらいじゃないですかね。なるほど。あんまり。いや、コツさん、今の文太さんのこのシビアなとこどうですか。シビアなとこ大好きですね。あ、なるほど。なるほど、そうですね。僕もここはリスペクトしましたね。さすが文太さんですね。じゃあちょっと4人とも並んでもらっていいですか。四天王になってもらっていいですかね。悪の四天王になってもらっていいですかね。柔道四天王になってもらっていいですかね。コウタさん、はい、好きな柔道家、もう日本人でも外国人でも、女子でもいいんですけど、好きな柔道家一人挙げてもらっていいですか。柔道家、柔道家っすね。井上康生。あー、なるほどね。なるほど。まあ、他の3人はめっちゃ聞いたんで、多分3、4回ずつ聞いてるんで、これ以上聞かないですけど、そうですか。井上好きですか。井上って、ケンスケ金メダル、井上選手って金メダル取りましたっけ。取ってます、取ってます。俺のね、にわか知識だと、鈴木啓司に結構負けてるってイメージがあったの。あー、まあまあ、でも。足技苦手だったんだ。なんでしょうね、鈴木啓司の足技が逆に変態的すぎたってのがちょっと強いんじゃないですか。あー、なるほどね。それを除けばもう平均点で言えば井上康生の方が強かったんじゃないかと思うんですけど。文太さん、これも、はい、柔道三段の柔道家文太として、はい、柔道家アンデルソン文太として教えてほしいんですけど。柔道家アンデルソン文太じゃないですね。ね、文太として教えてほしいんですけど、はい、ケンスケさんの背負い投げの打ち込み、もうこれガチで何点ぐらいですか、お世辞抜きで。ケンスケさんには相当世話になってると思いますけど、そうなんですね、ここはもう厳しく教えてもらっていいですか。めちゃめちゃいい。鬼になって教えてもらっていいですか。悪魔になって教えてもらっていいですか。あ、これさっき、ゆきたかさんより低かったら受けますけど。それはないでしょうけど。65、70ってとこじゃないでしょうかね。なるほどね。まあよかったです。これ、ゆきたかさんの下だったら大変なことになりますよ。それは、さすがにちょっとまずい。さすがにね。なるほどね。そう、帰りそうね。もう柔道引退するよね、これね。そうですか、わかりました。じゃあ、文太さんも一応、教えてもらっていいですかね。リネールってことは聞いたんですけど、はい、女子の柔道家で好きな選手、ちょっと教えてもらっていいですかね。女子の柔道家ですか。そんなに有名な人いないですか。女子の柔道家ですか。いや、まあ、めっちゃマイナーなところで言うと、ロシアのカレン・ブリッグスっていう選手。そうですか。ケンスケさん知ってますか。いや、わかんない。ケンスケさん知らないと、うちら3人絶対知らない。わかんないと思います。なるほど、わかりました。ありがとうございます。わかりました。ケンスケさんにもじゃあちょっと教えてほしいんですけど、大事な話なんで、柔道出身の総合格闘家で好きな選手ちょっと教えてもらっていいですか。柔道出身の総合格闘家、はい、好きな選手ですか。はい。なかなかいないと思います。秋山ですか。いやー、数えるぐらいしか、でも、石井ですか。いや、阿部大地選手。あ、なるほど、ケンスケの先輩ですね。なるほどね。ムタさん知ってますか。わからんっす。ああ、そうですか。俺、家帰ってすぐ調べないといけないですよ。わかりました。ゆきたさん、一番好きなビールじゃねえ、アルコール何か教えてもらっていいですか。すいません。一番好きなアルコール。キリンビール。あ、しかも銘柄まで教えてもらったんですね。わかりました。ありがとうございます。あ、ムタさん最後教えてもらっていいですか。はい、なんでしょう。ケンスケさんちょっと一周してもらっていいですか、ゆっくり。モデルバリに。はいはい、文太さん、健介さんの道着見てください。モデルバリに。はい、はい、文太さん、健介さんの道着見てください。どんな道着ですか、これ、ブラジリアンジュースの道着。
ブラジリアン柔術ですか。はい、もうストリートファイターのもう竜が好きだっていうのは必死しとった、ね、そうですよね。文太さんが一番好きなストリートファイター2のキャラ教えてもらっていいですか。ちょっと待ってください。好きなの多いですけれど。一人です。一人ですよね。一人か。僅差でガイルでお願いします。あ、マジですか。ユータさん知ってますガイル。はい。あの、軍人みたいで、こう、角刈りみたいな、もうバリバリの。ケンスケさんはじゃあ、竜ってことでいいですか。そうですね。あ、わかりました。そうですか。僕はちなみにダルシムとあのサガットは好きなんですね。あのタイガーが好きなんですけど。じゃあみんなこう最後ねポーズ取ってもらっていいですかね。最後が多いですけどね。あのしつこいくらいで。じゃあ最後僕が手挙げたら波動拳って言ってもらっていいですかね。はい、じゃあ行きますよ。波動拳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 。チャンネル登録してください。